おはようございます。今日も元気に大阪城。今日は、えっ、ー、と、12月14日、10時9分です。えっと、立花さんが、えっと、裁判情報で、22歳女性の立候補を拒む日本国は憲法の職業選択の自由や、国民の立候補する権利や、国民の政治家を選ぶ権利を奪っていないのかっていう、なんか奇妙なね、裁判を起こしちゃいますよね。そんな無理やろ。一言で終了。<laughs> そもそもね、 この若い、あの、まあ、この方が能力あるのかどうなるのかは不明なんだけれども、年齢でね、あの、22歳も認めようって言ってるわけですよね。なりたいねんからって。そう、なんか議員になりたいねんから認めようって法律に向かって文句言ってるわけですよ。これはね、ちょっとね、あの、N 国の場合は不可。私はその若い人でもね、能力が高ければ、さ議員になってもらってね、大いに結構だと思うんですよ。ただしね、いろいろ、もし、 もしもその若い人を議員にあの認める場合であれば、やっぱりあのテスト、テストってまあ学校の勉強だけじゃなしにね、もっと EQ とかそういう常識とか倫理観とか、そうあらゆる面でまあ公務員テストに近いようなね、あのそういうこう試験を設けてほしいんですよ。それに合格した人だけが、まあ若い人の場合ね、あの立候補できるっていうようなね、規定が必要じゃないかと思ってるんですよ。 で、そもそも、あの、江ノ国の場合はもう、どっから見てもね、もう問題外なんですよね。その、当主自身が、あの、公女両族にね、反してばっかりいるわけですよ。やっぱりね、政治家っていうのは、その、公女両族を守ってくれる人間である前提がね、必要だと思ってるんですよ。で、まず、あの、公女両族とは何かというとね、まあ、いろんな、あの、え、 財産的秩序に反する行為とかね。まあ、賃金債務が返済されない場合には賃金の約2倍になる保険、あ、まあ、まあ、いいか、これ各自読んでください。で、何しかね、あの、違反ばっかりしてるんですよ。やっぱり公序両族に反してるには、まずね、えー、っと、審議誠実の原則っていうのがね、あの、 立花さんにはあの、審議なんか全然ないじゃないですか。もう法律をすれすれとか、法律を、抜き穴を探している状態でしょ。ほんで、それが何言って、それに当てはまれへんかな、って。自ら法を尊重する者だけが法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという意味であるってね。これ全部外れんのじゃう立花さん。で、あの、昨日ね、あの、与義さんのところに、あの、えー、エラテンさんの処分政党の幹事長として、 まあ、まだ立候補してないけれども、あの、動画をね、あげた、あげてはる、ヨギさんのところに、そのライブを初めてやりはったら、なんとあの、立花さん本人がね、あの出てきてね、電話して来いや、いう感じでね。ほんで、ちょっと、あの、ビュービりながらもヨギさんが電話したんですよ。で、何のことについてかって言ったら、その、嘘つきで、あの、主人逮捕した、あの、まあ、おじ、おじいさんじゃないのかな。その、おじいさんで言ったら、その、俺とそんなに年齢変われへんはずや、とかね、 言い出してね。まあ、それは年齢はいいとして、まあ、あの、詩人逮捕の嘘つき発言についてね。まあ、議論というか、一方的にあの、声で、かぶせてくるんですよね。その、予きさんの、こう、言わんとする言葉をこう、言わさせまいと、こう、ま、声の大きいもんが議論の価値みたいなね。まあ、まるであれ、小学生。小学生の、あの、喧嘩ですよね。だから、どんだけその程度低いんやっていう話ですわ。まあ、あんな、あの、声とか圧力とか、その、 この口先だけで相手を言いまかすそれしかできない人やねんなっていうのがね、明らかになりましたらね。まあ、要するに、あの、嘘つき発言ですけれども、今となってみたらね、あのおじいさんが嘘つきって言ったら、その通りやんか。<laughs> 嘘ばっかりついてきとるやんか。嘘つき、嘘つき、嘘つきの立花隆ってね、大声です。叫んだろうと思います。ほんで、あの、今更ですけど、あの、松子さん訴訟もね、松子さんが、あの、えっ、ー、と、んや。 カルトみたいとか、うさんくさいとか、何言うたかちょっと覚えてないんですけれども、その松子さんも、あの、アンケート取ってみたら絶対ね、あの、松子さん正しいっていう人今多いと思いますよ。だから裁判所でアンケートをネット上で取ってくれへんかな。ほんなら、あの、瞬殺ちゃいます松子さんの言ったことは正しい。平均的、あの、世論調査の結果、あの、松子さんが言ってることは非常に一般的な理解であるっていうことになってね。<laughs> で、立花党首は負けと。 ま、もっと本当は、ま、法律的にね、言ってもそんな無駄な、無茶なね、あの、訴えっていうのはできないと思うしね。で、そういう訴訟ばっかりしてたら、やっぱり、権利執行の原則とかね、なんか、あの、ちゃうわな。なんかそういう、裁判をおもちゃみたいに訴訟しますくってる人間の言うことなんでね、聞く裁判所はもう亡くなって、まあ、その人に味方するようなね、判決を絶対にしないと、まあ、信じたいですね。 それでですよ。あと、あの、義務についてもね、この辺だか、あの、法務に強い人ね、いてないかな。法学部出身の人とかでこんな解説してほしいな、思うんですけれどもね。まあ、作為義務とか、不作為義務とかに分類される。なんか、この辺にもね、なんか、引っかかりそうなのがいっぱいあると思ってるんですよ。立花さんにはね。だから、あ、これ難しいわ。でも、これ一応、 まあ、あとで暇の時にブログにね、貼っとこうと思うんですけれども、ちょっと最近ブログさ、サボり気味でね。ほんで、あ、でも一応ね、あの、まあ、ほとんどにあの、動画をね、貼り付け作業を今までしてたんですよ。ちょっと動画サボりすぎたんで。<laughs> ほんで、あの、私の動画見てもらう時に、こう、N 国関連をクリックしてもらうと、その N 国関係のね、あの、記事が、記事のタイトルがこうやって出てきますんでね。で、この、上の方にこう流れるのは全体のね、記事をこう、 ざっと見てもらうためのねカテゴリーなんでこれもあの文,章文章カテゴリー作って今ちょっとこれあの設定をね今ちょっと研究中でねうまいこと見やすいのにね、まあ、できてないんですけれどもねあの私の動画あの昔のやつの方にあの面白いのいっぱいありますんでここにほとんどにねあの動画貼り付けましたんでねまあこういうすごい皆さんのねコメント集なんかもねあの面白い話題がねいっぱい集まってるんで。 ま、こういう本に私の動画もあの、貼り付け終了しました。ですからあの、まだ新しい方は、ちょっと私のブログの方からね、いつもコメント説明欄にね、あの、えー、意見ウェブサイトでね、貼り付けておりますんで、それを見ていただくと、まあ、わかりやすいっていうのかな。まあ、私もいろいろ変説がありましたんでね、元は N 国と信者で、まあ、昔の方は N 国を褒め倒してたんだけれども、なんかおかしいく、おかしいなって思うところがね、 こう、出てきて。で、そのおかしいなと思ってからでもね、いろんな事件がありましたんで、こう、いろいろこう、複雑に変説してきてるわけですよ、私の理解も。もう今はもう完全にこの、この悪党、立花名になってますけどもね、最初の頃はまだちょっと立花さん,ん、本来いい人やったのに、なんで変わってしまったの、ところからね。あ、これ、こいつは核侵犯やと。元から NHK19 年の働いてた時から、あの、裏金作りに手を染めていた張本人やないか。その張本人が、 ええと、だいぶ告発してで、内部告発法で自分だけ助かろうと思った超卑怯なやつじゃないかとかね。こう、今はもうそこまで行ってるわけですよ。で、またあの、涙ながらの動画はあちこちでね、見かけますけれどもね。あれだから、あれ見ると、こう、自分自身に嘘、嘘がつける人なんですよ。自分自身を。自分自身を、をも騙しているからね、あの、あれだけ平気で裸の王様で入れるわけですよ。だからどうも、 やりとりのいろいろ変なとこがね、出てくるんですけれどもね、自分自身に嘘をついている人、それが、あの、立花隆のね、本性だと、まあ、分析しました。えそれと、あとでね、あの、またあの、ちょっと電話してみようかなと思ったりしてますんで、うーんと、もう何分喋ったかな ?9 分喋ったかあと1分だけしとこうか。何やったかな 公助、領族関係をもうちょっとこう、理解をね、進めないとね。やっぱりあの、あ、政治家としては、まあ昔、松下政経塾とかあったけど、その政経塾上がりの人ももういまいちやったりして、そういうんじゃなしにね、やっぱり、やっぱり大学で政治経済学部卒とか、そういう人がやっぱり政治家になりやすいんかな。 で、もうちょっとインターネットで勉強できるようなね、システム、誰か作ってくれられへんかなって。ホリエさんもね、N 国に関わった責任としてね、イノベーション大学でね、政治、経済問題とか取り扱って、もっとこういう人間に騙されてはいけないっていうようなね、そういうイノベーションやってほしいわ、ホリエモンさん。だから、ホリエモンさん自身がこう引っかかって、あの、N 国の立花さんを頭いいっすねって言ってしまった、その責任にやっぱり、 あの、補ってほしいと思いますよね。あ、それと、えっと、山本一郎さんまだインフルエンザ中、インフルエンザ、あの、なんていうのかかってる最中で、あの、飲酒脱税じゃないかの情報なんですが、あれあの、政党は、因子はいらないそうなんです。政党には税金がかからないそうなんです。それはあの、篠原常一郎さんの動画でね、あの、おっしゃってました。で、篠原常一郎さんが、その立花投資を、 刑事告発した件ですけれどもこう警、警察は受理してくれたけれども、それ今、すごく調べるんですって、でその間にも連絡がないのは、ね、あのかなりあの捜査が進んでいってる状態で,で、これはちょっとあの受理できないですわって言った時にあに返事が来るらしいんです、だから、頼りがないのはいい証拠ということですよね。で過去のその告発しはった政治家さんの件では 大体、3ヶ月間何の音をさったもんなしに、突然、その政治家さんがね、まあ、逮捕っていう形で、うん、大きなニュースにね、取り上げられたりした経験があるそうなんです。だから、私もやっぱり、来年の、まあ、2月、3月、4月あたりに、立花逮捕出たらね、いいなと思って、その他にも余罪としてね、やっぱりあの、巻原会社、巻原会社を、 立花さん自身が俺が作った会社でとか、鴨頭さんとの楽屋話でね、言ってたでしょ。だからちょっと、ちょっとアホや、アホやと思います。なんか自分のこと天才や言ってるけれども、そういう犯罪をね、ペラ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 しかもそれ、それがいいことやと思う。それは自分が頭がいいからできたことやと思うふうにねこう。自分自身に嘘をついてというか、自分自身を誤認してるわけですよ。だから、普通、 普通の詐欺師やったら、そんな人前でね、自分で会社作って、そこで、あの、10万円で受けたもんは、あの、えっ、ー、と、政党、なんや、その、選挙の助成金から40万請求できると。選挙管理委員会から出るのかなその辺よくわかんないんやけども。それと、やっぱり政党助成金には人、人を細かくね、書かないといけないんですよ。だから今んところ書けるようなのあるないやろ。<laughs> なんか怪しいのばっかりやねん。 そもそもあの、借金は生徒助成金で返してはいけないことになってるんでね。政党助成金を、こう、借金の支払いにね、使ってもいいわけですよ。使ってもね。でも、次回から交付、あの、交付金ないよっていうかね、その、その分払ってしまった分、返還しないといけないんですよね。だから、もう、用もって1年や、やと思うしね。だから、あの、収支報告書ね、はいみたいは、今年の、また後でそう、むしろ探そう。まあ、そんな感じです。 また、今日ひょっとしたら他にも警視庁に巻原会社のこと情報提供しとこうかなとと思います。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。